元気にしてるか。え、うん。ザブザ、お前たちのおかげでナルトは己の人道を見つけることができた。そしてそれをお前らの墓の前で誓ったんだ。その時からブレない立派な忍びに成長した。なら彼はもっと強くなる。カカシ、これから俺たちがどうなるかもう分かってるだろう。この体は所詮操り人形。お前たちの力で俺たちを。話はもういいだろう。そろそろ働いてもらう。俺たちを止めろ。ザブさん、カカシさん、お願いします。もう一度僕たちを止めてください。僕の夢はザブザさんの道具としてザブザさんを守りきることだったけれど、こうしてザブザさんも術にかけられているということは、あの時僕があなたからザブザさんを守りきれなかったということ。そしてまた今もザブザさんを守るどころか道具にもなれない。いや、君はザブザを守った。彼が死んだのはもっと別の理由。そしてザブザは君のことを道具だなんて思っちゃいなかった。カカシ、余計なことをベラベラと。ザブザさん、あの時俺は初めて負けた。カカシ、容赦するな。俺をどんな手を使っても止めろ。俺はもう死んだ。人間として死んだんだ。ああ、分かってるよ。ザブザさん、ありがとう。メガ、戦闘開始。相変わらず強烈な作風を発する。ザブザ、こんなところであの二人と再会するなんて。ナルトが知ったらなんて言うかな。よし、お待たせ。よし、無実にこちらの急所を狙ってくる。油断すれば俺もあなたに。これで最後だ。ここはもうお前の来る場所じゃないのさ、ザブザ。勝負あり。ザブザ、
まさかここまでと。カカシ、これは。ああ、彼らは霧隠れの最強部隊。霧隠れ、忍び型な死人種の前任者たちだ。先生、ザブザとハク、あの二人は俺が止める。なるほど、カカシはあくまでザブザとハクが狙いですか。よほど二人と因縁があるようだな。なら思う存分戦ってもらおうか。ガイ、あとは頼む。ああ。さて、俺たちの相手はあの6人だ。作戦はあるのですか、ガイ先生。奴らは相当のやり手。いたずらに時間をかけては被害が大きくなるだけだ。ここは短期決戦、一斉撃破で行くぞ。リーとサクラは俺をサポートしろ。そんな、あのレベルの忍びをまとめて相手にするのは危険すぎます。ここはできる限り相手をばらけさせて括弧撃破を狙った方が確実じゃ。多少の無理は承知だ。だがここで、さくら、お前の気持ちはわかる。だがここは多少無理してでもまとめて戦った方が結果的に被害を最小限に抑えられるだろう。でも大丈夫です。僕らの力を合わせればできないことはありません。わかりました。でも本当に危なくなったら引くことも考えてください。わかっているが、今見据えるのは勝利のみだ。行くぞ。押す。七人衆、なかなかの相手だ。だが俺は絶対に負けんぞ。戦闘開始。息を合わせて。また呼んでください。だが注意は怠るな。なぜ奴は刀を持っていない。断殺する作戦か。そいつはホオズキ満月、真摯な人で特に危険な男だ。この感じ、また呼んでください。クリアなら決まりには注意しろ。情報の歪みは意識だぞ。変わった武器を持っているようです。また呼んでください。ムナシジンパチは発砲しぶきを用意に飛び込むなよ。あの刀、爆発の実識で書いてある。爆発に注意しろってこと。あの爆発力、とんでもないのね。幸運に近づくのは悪策じゃないけど、やるしかない。息を合わせて。また呼んでください。ついて。また呼んでください。アサッチマン。また呼んでください。アサッチマン。
速ジャンプ。激しい戦いだったが、俺たちの勝ちだ。音の方角からするに、あの方向は。カカシ先生。ザブザ。待ってろ。そう時間はかけない。戦闘開始。お前たちの思いは俺が引き。将来心。ザブザ。バク。お前たちとあの時戦えてよかった。あの戦いがあったからこそ。あの時のお前は迷っていた。だがその迷いこそお前が人であるわけだ。お前は人間としてしまう。もうこの世に無意味存在じゃないんだよ。大輝将来心。ついていけない。ザブザ、お前はあの時白を切ることをためらった。だが今は違う。感情のない勝負ってやつ。貴様らのような平和ボケした忍びは本物の忍びじゃねえ。仲間だなんだ、そんなことを言っている段階でアマちゃんなんだよ。さよならだ、鬼神よ。俺はよくよくいい拾い物にしたもんだ。大鬼将来心。最後の最後まで俺を守る素晴らしい道具だったぜ。ザブザ、本当にお前はそう思っているのか。悪は俺にとっちゃ道具の一つに過ぎねえ。俺のために戦い、俺のために死ぬ、俺のためだけの道具だ。